お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちら、ハネハネさんが使えそうなデッキです。はい。キョスケスパーキー、ウォールブレーカーというデッキを使っていくんですけども、グラチャルでちょっと増えてますね。で、ちょっと話したいことが皆さんに一つありましてですね、先日ね、クリスマス、昨日か一昨日かクリスマスかクリスマスイブかあんまわかんないですけど、でしたね。で、どうでしたか皆さんは。どうでしたかって僕がこう聞くと、またね、すごいコメント欄で、なんかいろいろ言われるんですけど、バットめちゃくちゃつけられて、それにはね、すごい誤解があるんですよね。昨日の動画で、多分昨日上がってる動画かな、めちゃくちゃこう低評価すごいの、すごいの、これがすごいのよ。びっくりびっくり、僕もね。別にね、それは全然いいんですけど、多分ね、皆さん勘違いしてるんですよね。ラットはクリスマス彼女と過ごしてリア充でええー、なーと思ってるのが多分皆さんの意見だと思うんですけど、甘いっすね。甘い、皆さん甘いっす。僕は皆さんを裏切るようなことはしません。僕は皆さんの味方です。なぜならば僕はですよ、クリぼっちでしたから。そうなんですよ、クリぼっちだったんですよ。皆さん、僕一緒ですよ、皆さんと仲間っていうとやばいっていうと失礼、誰がクリぼっちおらっていう、ちょっとあれっすわ、逆にまた低評価増えるみたいなのがあるんですけど、ですね、彼女はね、もういるんですけど、2年ね、お付き合いさせていただいてる、方がいるのはいるんですけどもですね、遠距離なんですよね。僕が、東京の方にいて、彼女が岡山の方っていうので、距離があるんですよ、距離があるんで、こう、会いたくてもね、やっぱ会えないっていうので、今年のクリスマスはね、こう、あっちゃう大学ありますし、で、僕もこう、いろいろイベントとかがあって、なかなか帰るにも帰れないっていうので、会うことはね、できなかったんで、僕はね、一人で、マックでクリスマス過ごしたんですけど、なんでこう、皆さんと一緒なんですよ、仲間なんですよ。そこをね、ちょっと皆さん多分、ラットは、もう、みたいな、もう、じゃそんな感じで、なんか、リア充いいね、あいつ、みたいな感じで思われとると思うんですよ、僕のね、考えとしては。なんで、そこはね、こう、僕は皆さんを決して裏切るようなことはしないんだよっていうのを、ちょっとね、分かってもらいたいなって思ってね、今日はちょっとこの話をしてます。なんで、彼女はいるものの、クリぼっちでしたから、言ったら、クリスマス、だからと言って、なんもないですし、もう言ったらただの平日一緒です。ただの平日皆さんと一緒。なんで、仲間ですよ、本当に。なんで、そこはね、ちょっと分かっていただけたらいいなと思っています。なんで、ラット、やっぱ俺らの仲間やんけってことでね、今日はちょっと高評価が多いことを期待しますね。昨日の動画マジで、えぐいぐらい、こう、あれですね、バット、低評価がすごい多かったんですよね。それはそれでちょっと僕はなんか勝手に楽しんでたんで、すごい全然いいんですけども、そうなんですよね。遠距離でも大変ですよ、本当に。こう、なんか皆さんが思ってる恋愛とはまたまた違いますからね、なんか、こう、経験しないとやっぱわからない辛さとか、なんかこう、すごいっすよ。本当に、メンヘラなりますよ、これ、マジで。これ言い出すとね、マジでこう、終わんないんで、そう、あんま言わないっすけど、遠距離恋愛はマジメンヘラなりますからね、これ。なんかね、こう、何もかもうまくいくわけではないですからね。そこのところをね、ちょっとこう、また、いろいろね、いずれ話せたらいいかなとも思うんですけど、よいしょ。で、今年、クリスマス、ぼっちで過ごしたんですけど、去年、付き合って今僕、彼女2年ぐらい経つんですね。2年ぐらい経つんですけど、なんか1年目のね、クリスマスも、なんかね、そんななんかクリスマスしてなかった気がするな。なんか、あれだ、なんか病院で過ごしたんですよ。なんか、彼女が、なんか事故って、なんか事故ったんですよ、車に。車に事故って、なんか入院してたんですよ、結構。長い間、なんか、そうなんですよ。なんで、
その時ちょうどクリスマスで、なんでクリスマスを病院で過ごしましたね。で、多分病院でクリスマスクラコロスペシャルを戦いましたね。で、病院でゲットして、で、もうなんか最後の、もう帰りのバスの終電みたいな、もう時間なくて走って、多分帰ったような記憶がありますね。なんで、ちょっとこう、クリスマスを彼女と過ごすっていう経験が僕もないんで、ちょっとね、まあそういうの経験してみたいですね。仲間ですよ、皆さん、僕も。いや、仲間じゃねえ、それはってコメント欄である気もするんですけど、仲間ですよ、本当に。皆さんと。本当に。本当。うん。本当にそれだけ、今日伝えたかったことも全部伝えた。仲間俺は決してみんな裏切らない。それだけ。分かってくれ。みんな。本当に。僕はね、こう、表に、こう、彼氏じゃなくて彼女いるっていうのを出してますから、まあ、あれですけど、まあ、言ったらね、まあ、どう、わかんないですか？だって、ドズさんとかって、ね、あんなにリア充ぶっ潰す、ぶっ潰す言ってて、なんか、10年付き合ってた彼女と結婚しますみたいな。ってリエヒリアヒリアどこって感じなんですけど本当にじゃないですか。なんでこう誰がね実は彼女いるとか彼氏いるとか何もわかんないですから。言ったらこうみんなが言ってないわけでね、急に焼き鳥がね子供できましたみたいなね、ありえますから。ごめんね、勝手に名前出して、焼きちゃん。全然ありえますからね、これマジで。そう、わかんないですから、そういうの。急にね、あっても。それはそれちょっと面白いなって。面白があっても良くないかもしれないんですけど。よいしょ。っていう感じでね、そうなんすよ。僕、今年、クリぼっちだったんすよね。一人でマジでマックで照り焼きバーガー食ったんですけど、こう、今までてかマックでですね、あれ僕テリヤキマックバーガーしかほぼ食ったことないんですよね。これは僕と同じ理論の人というか僕と同じ人が多分いると思うんですけど、このなんかマック、あとチキンクリスプか、僕の人生20年間のマックの割合を表すと、まあ、8割テリヤキバーガーで 1.5 割チキンクリスプで、まあ 0.5 割その他ぐらいの割合なんですよね。っていうぐらい、こう、まあ、基本的に同じものしか食ってこなかったんですよね。なぜなら、それが美味しいからです。っていう理由なんですけど、なんか皆さんもそうじゃないですか。なんかいろんなバーガー食います？毎回。どうなんだろう？なんか僕のなんか、ヘンテコ理論があるんですけど、なんか、変な理論というか考え、なんかマックって、お肉を食う場所じゃないですか。いや、もうここが違うんだよな。多分、パンを食う場所なんだよな、多分。なんか、その、マックで魚とかそういう系を食う考えが僕はちょっとわかんなくて、フィレオフィッシュとかあるじゃないですか。こう、あとは、なんだろう。あ、京介生きろ。ああ、生きない。フィレオフィッシュとかエビフィレオとかあるじゃないですか。まあ僕もともと、魚海鮮系がそんな好きじゃないっていうのもあるんですけど、まあ全然食えますけど、なんか肉を食う場所っていう、なんかね、へんてこ考えがあるんで、こうありえなかったんですよ。もうチキンとかビーフとかそういうもの以外を食べるっていうのが、あ、待ってやばい待って、パンダがごめんなさい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 、なんかの罰が当たった。何も悪いことしてない俺は。何も悪いことしてないと思っている。これ必殺ウォールブレイカー防衛、ニコスでね、大なダメージを抑えれるんでたまに使えますね。よいしょ。そう、肉を食う場所だと思ってるんで、今まで食ったことなかったんですね、エビフィリオとか。マジで。なんですけど、この前一回だけエビフィリオを食ったんですよ。なんか多分一口ぐらい友達にもらって、おー、なんか意外と美味しいなと思って、この前食ったんですけど、エビフィリオ。バリクスうまいっすね、あれなんか。アホみたいにうまかった記憶があります。びっくりしましたもん。なんで僕は今まで照り焼きしか食ってこなかったんだろうっていう、この謎の後悔に、ね、見舞われましたね。なんでこう、絶対いると思うんですよ。僕と同系と、これしか食ったことないタイプ。なんで、ちょっといろいろ試してほしいですね。なんか人生こう、損してる気分になりますもん。なんで今までこれ食べたことなかったんだろうって。エレキ振ってこい。はい、来た。というわけで、止めれません。ここは、左側、ちょっとあれっすね。
タワー削られてるんで、スパッキー出しつつ持っていきます。まあそんな感じですね。なんでこうエビフィレオめちゃくちゃ美味しかったので、すごいおすすめします。僕はこれファイボ飛ばされるだけで辛いけど、よいしょ。さあカウンターの流れ、この間に飛ばしてこっちでも防衛させる。あ、これでもワンチャン、よいしょ。おい、スパーキー来たー。よくわかんねえけど落ちたー。よし、はい。というわけで、なんかこのスパーキーがちょっといます。さっきもグラチャレでやってて、ミラー対決しましたね。全く同じ人と当たって負けたんすよね、多分さっき負けたんすよね。はい、というわけでちょっとね、このデッキ強いみたいなんで、よければお使いください。でマジで僕は皆さんの仲間です。決して裏切ったりなどはしませんので、高評価お願いします。ではチャンネル登録もよろしくね。お疲れ様でした。バイバイ。